人口密度は人口統計において単位面積1平方キロメートルあたりに居住する人の数により定義される数値である。都市化、土地利用の度合いなどの目安となる1994年の世界の人口密度の分布図。ピンクの領域が最も高い人口密度の領域を表す。茶色の領域はその次に密度が高い。灰色、二人、平方キロメートル緑色。 2から10人、平方キロメートルオレンジ色、11から40人、平方キロメートル赤、41から100人、平方キロメートル茶色、101から500人、平方キロメートルピンク、500人、平方キロメートル大抵は1、平方キロメートルあたりの人口、すなわち人口を面積で割った値で表される。地形については、対象地域内に、 人の居住できない水域や山岳地を多く含むところでは見かけ上の人口密度は低くなる。代表的な例としては日本国外では香港、日本では札幌市、仙台市、静岡市、浜松市、京都市、神戸市、広島市、北九州市などがある。これらの都市は皆ん地を多く含んでいる。また、この欠点を補うものとして過重地面積や 人口集中地区に対する人口密度という考え方がある。面積については小さい方が極端な値になりやすく広域になるほど平均的になる。これは例えば東京中心部の局地的な狭い範囲の過密地,地区の人口密度とある程度の面積規模を持つ東京23区と周辺部も含めた広い地域とでは人口密度が異なるのに対応する。このほか。 例えばシンガポールの場合、面積だけで見れば、東京23区に近い広さを持つが、独立した都市国家である特性から、国内に軍用、民間用の空港を多く保有していたり、水源のためのダムや森林地帯を確保するなど、土地の利用の仕方が大きく異なっており、実際の居住地域の人口密度は非常に高い例もある。モルディブの首都であるまでは人口密度が、 世界一であると言われる。モンゴルは国連に加盟している国の中で最も人口密度が低い。詳細は国の人口密度順リストを参照以下に主な地域の人口密度を示す2017年度データにて作成。単位は人、平方キロメートル。ただし、シンガポールなど極端に面積の小さいものは除いてある。都市国家や あまりにも強小な国の人口密度をそうでない国と同列に語ることは学術面から見て適切でない。そのため、それらは以下の別枠で扱うこととするヨーロッパの都市の人口密度はそれほど高くない。たとえヨーロッパ各国の首都と比べてもむしろ日本の地方都市の方が高い人口密度を持つ過密状態であることが多い。ただし、 パリやロンドン中心部の限られた範囲において、局所的に東京23区平均を超える高い人口密度が観察される。日本の人口密度は2017年で335人、平方キロメートルで人口1 0 0 0 0人以上を有する国の中では10番目の人口密度を持つ。近年の日本の人口は減少傾向にあるが、途上国や新興国では、 増加傾向にある国が多く、特にイスラエルは2017年時点で人口が約870万人であるが人口密度は395人平方キロメートルと日本を上回っており、人口増加率も高いことから数年程度で人口10000002以上の国を対象とした人口密度のランキングでも日本を上回ることが予測される。 平野部への偏在日本は産地を多く含む国であり、人口は都市部や平野部に集中している。日本の過疎地域のデータによれば、2006年4月時点で、過疎市町村となっている地域の面積は204、329平方キロメートルで、全国面積に対する割合は54.1%、そこに居住する人口は約1064万人で全人口に対する、 割合は8.3%、この地域での人口密度は52人平方キロメートルとなっている。逆に、残り45.9%の地域に、総人口の91.7%の人が住み、この地域での平均密度は675人平方キロメートルとなる。太平洋、ベルト地帯への偏在人口の約60%が集中している。 関東地方への偏在関東地方の場合、人口は約4、150万人と日本の総人口の約1、3の人が住み、平均人口密度は1280人、平方キロメートルとなっている。都市部、大都市圏への偏在都市化の目安となる人口集中地区の統計によれば、2000年に DID 地区の面積は12400人、 平成27年国勢調査10月1日現在、上位10位、編集会10位、編集2019年10月1日の推計人口データより、人口密度計算、小数点第3位を死者誤入している。日本の市の面積一覧も、参照上位、編集会、編集2009年10月1日の推計人口と、2009年10月1日の 国土交通省国土地理院全国都道府県市区町村別面積庁の面積により人口密度計算上位編集ありがとうございます。